を後にいたしまして、再び鍋平高原へと下ってまいります。約7分間のご乗車でございます。鉄塔通過の際にはゴンドラが揺れますのでご注意ください。アルプスどこ？あれ？アルプス。
環境省アクティブレンジャー国立公園写真展を開催しております。自然豊かなフィールドで活動するアクティブレンジャーが日々の業務で撮影した写真を厳選して展示しております。入館は無料となっております。その他にもテイクアウトコーナー、ドラマやアルプスのパン屋さんでございます。アルプスのパン屋さんでは当店で焼き上げましたパンや高原牛乳などを販売いたしております。お時間がございましたらぜひお立ち寄りくださいませ。まもなく標高1308メートル白樺台ライトに到着でございます。第一オープンウェイをご利用のお客様は次の鍋平高原駅にてお乗り換えでございます。第一オープンウェイの下り発車時刻は毎時0分と30分でございます。一度に乗り切れない場合には折り返し臨時便を発車いたしております。本日は新穂高ロープウェイにお越しくださいまして誠にありがとうございます。ゴンドラ内、駅舎内などにお忘れ物ございませんようご注意をお願いいたします。さっき音鳴らんかった。兄ちゃん100円をもらったよ、ね、お兄ちゃんもそろそろよし、まだだった。メロさん考えなと思ったけど、このようななと思って。あ、ゴンドラ出発だ。ゴンドラ出発。ほら。おお、早い早い早い。長いやつじゃないやん、細長いやつってあるやんか。